럭키키라에 오신 것을 환영합니다. 이제 심호흡을 하고 소원을 묵상해보세요. 준비됐나요? 카드를 한 장 뽑고 별에서 온 축복을 받아보세요. 이 emotion are running high. This card suggests that the answer to whatever you asking to write. ก็ได้อ่านเนื้อหาไปแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์อยู่ครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะทำอยู่แล้วแล้วก็เนื้อหาก็มาขนาดนี้แล้วก็รู้สึกดีครับ Starlight Boys 이곳에오신것을환영합니다해문을빕니다ขอบใจหลาย럭키키라에오신것을환영합니다이제심호흡을하고소원을묵상해보세요준비됐나요카드를한장뽑고별에서온축복을받아보세요네네 Medicate and contemplate is my card and the number is 20 I know what that means though We're gonna figure it out We're gonna see it Let's go 这张牌代表梦想和浪漫灵魂伴侣和诗歌，它暗示着你将有一个新的开始，而这个新的开始与一件事有关。这件事让你感觉介于头脑发热和完全改变状态之间。这是黄道十二宫的最后一个星座，双鱼座的星月卡，可能暗示着一个实现梦想的最后机会。Let's go, baby！ 我觉得这个话看完我直接灵魂冲击了。为什么？因为我现在正在做这个偶像节目，音乐和舞台是我从小梦想，也是唯一的梦想，所以。既然能来到这个节目，然后卡片又指着实现梦想，我觉得这是最完美的一张卡，最完美的选择，没有比这个更好的答案了。准备好了，就是这个瞬间实现梦想。무슨말이죠 King of Kanji, yes sir. Starlight Boys, 이곳에오신것을환영합니다행운을빕니다수고하셨습니다수고하셨습니다네럭키키라에오신것을환영합니다이제심호흡을하고소원을묵상해보세요준비됐나요네카드를한장뽑고별에서온축복을받아보세요Your commitment is being tested.いくつかの困難に直面するかもしれませんが、あなたの信念が現実を形作るのですから、自分を信じてください。ちっちゃい時じゃない、3、4年ぐらい前から韓国でアイドルをやりたかったんですけど、最初は何も韓国語ができない状態で韓国に来て、初めて会う韓国人の方とコミュニケーションが難しくて、韓国で音楽やるのをもう諦めようかなって思ったんですけど韓国で音楽やりたいっていう信念をずっと自分だけで持ってきてそれを続けてきたから今があると思うのでこのあなたの信念が現実を形作るのですから自分を信じてくださいっていう言葉がスターライトボーイズ이곳에오신것을환영합니다행운을빕니다ね럭키키라에오신것을환영합니다이제심호흡을하고소원을묵상해보세요카드를한장뽑고별에서온축복을받아보세요僕が引いたのはこのあなたの夢を信じてっていうカードでした諦めないでください今あなたが経験していることもやってて最終的に結論するのは楽しみだなと思っている
はい、わかりました。ありがとうございます。このデビューできるように一生懸命この夢に信じて頑張っていこうと思ってます。スターライトボーイズ、이곳에오신것을환영합니다。행운을빕니다。럭키키라에오신것을환영합니다。이제심호흡을하고소원을묵상해보세요。카드를한장뽑고별에서온축복을받아보세요。自信是你的成功的关键。我这个当然我这个听了好多人说。好多人在说这个问题。我觉得还真挺神的。这张卡片预示着一个新的周期的开始。好神啊。你将变得更加耀眼。处于聚光灯下。感觉自己有值得炫耀的东西。谢谢，又提醒了我，自信是我成功的关键。스타라이트보이즈이곳에오신것을환영합니다행운을빕니다。谢谢。